インターネットテレビ、アベマの新番組、世界の果てに、ひろゆき置いてきた、土曜の9:00が12日にスタートすることが、5日に、アベマで明かされ、置き去りにされるインターネット匿名掲示板、2チャンネル、創始者で元管理人、ひろゆき、こと西村ひろゆき氏、46、も自身の SNS で PR した。同日には、エピソード0特別編が配信され、約23分の予告映像が流れた。議論して相手の考えを破る、論破に長けた、論破王として知られ。テイル・ヒロユキ氏を、アフリカのナミブ砂漠に置き去りにすると、どうなるのかという、旅番組、予算10万円、移動は陸路のみ、という過酷なルールでアフリカ横断に挑むという、同行人は俳優、東出昌大、35。ヒロユキ氏は東出と待ち合わせ場所で対面すると、なんで受けちゃったのかな。受けない方がいい仕事、と問いかけ、東出も、本当ですよね、と苦笑いを浮かべていた。